はい、こんにちは。富野 VIP オンラインサロン代表の生木博士でございます。今日はですね、メインチャンネルでね、これからお話していることをですね、言いそびれたこととか、後からよく考えたら、これも言ったらよかったかなというようなことを補足していくというね、動画もこれからアップしていこうかなと思います。メインチャンネル、ここに今出てると思いますけれども、生木博士のメインチャンネルの方では、週にですね、だいたい3本から多い時は4本、いろんな動画が流れてるんで、ね、ぜひね、こちらの方もね、チャンネル登録していただいたらなと思います。さあ、それではね、早速なんですけども、先だって、ファイヤーというお話をしたんですね。ファイヤーっていうのはね、働かなくても生きていける仕組みを作ることなんですね。ファイナンシャルインディペンデントアーリーリタイアっていう単語なんですよ。まあ、若くして、金利、投資による金融金利とか不動産金利から入ってくるお金だけで生活ができる状態。ご飯食べたら衣食住が賄える状態。このファイヤーもね、何種類かあって、ギリギリで節約しながらファイヤーで自由に生きれる状態。働かなくても家でゴロゴロしててもいい状態と、働きながら、幾分かの不足分のお金を補いながら残りはファイヤー。そして、半分ぐらい仕事でやってるけども、収入の半分を働かなくてもよいと。だからそんなに働かなくて、週休、例えば、週休2日じゃなくて、週休5日ぐらい。2日しか働かないけど、みたいなね、ファイヤーの方もおられるんですね。で、このファイヤーはですね、実はいくつか問題があるんですよ。今日は、そのファイヤーの欠点についてね、補足動画ということでお話をしていこうかなと思うんですね。で、これってね、何かというと、実はですね、働かなくてもいいとか、老後、年金の不安のある人でもファイヤーになってるといいわけですよ。普通日本においてですね、老後の不安のない、状態の人たちっていうのは資産家って言って、要するに不動産をいっぱい持ってて、地主として人にお金、土地を貸すことによって、そこから入ってくるお金で生活ができるお年寄りのことをよくね、資産家って言いますよね。でね、今回のファイヤーっていうのはもっと若くしてそういう状態になってしまうわけなので、例えばまず一つ目ですね、キャリアが積めないっていう大きな問題があるんですね。まあキャリアっていうのは、いろんな仕事をやったり、仕事をいろんな角度で自分を磨く上げていくことで、その人本人が持ってるお金を稼いで世の中の役に立つっていう能力を高めていくっていう機会が失われる可能性があるんですね。例えば30歳にしてファイヤー、働かなくてもいい。世界中を旅してる。美味しいもん食べてゴロゴロしてる。ドライブしたりキャンプだけしてる。まあ30から60歳ぐらいまでの30年間自分磨きがないですよね。それはいろんな旅行行ったりしていろんなことを経験して生きてるうちに楽しいことはいっぱいできるかもしれんけれども仕事、人間として世の中の一員として社会に自分の能力を還元することで世の中の人に役に立つっていう面に関しては自分磨きができないですね。だから僕が考えるファイヤーっていうのはファイヤーで働かなくてもお金が入ってくる状態ができましたと。例えば毎月60万自動的に振り込まれるようになりましたと。だから働かなくてもいいんですがコンビニで働いたり、トラックの運転手やったり、タクシーの運転手やったり、介護施設で働いたりすることで、自分の、こう、できるものを増やしていく。あるいは、どれか一個だけでもいいので、もっともっとより、高いスキルを磨いていくなんてことをですね、僕は、やった方がいいんじゃないかなと思うんですね。実際、ファイヤー状態に僕が今から17年前になった時ですね、朝から晩まで僕大好きなんての映画やったので、映画ばっかり見てたんですね。何もやらない映画だけ。自分磨きもしない。人とも会わない。だんだんね、腐っていくというかね、なんかノイローゼみたいになるんですね。これダメですよ。やっぱり人間を動くことで、活力が起きし元気になるんだと思うんですね。だからファイヤーのまず一つ目の欠点は、キャリアが積めないために人間的成長が見込めない可能性がある。だからその点を抑えて、ファイヤーなんだけど働くっていうことをやっといた方がいいかなっていうことですね。そして二つ目。ファイヤーにおいてはね、年利回り大体4倍ぐらいで回すって話なんですね。例えば1億円預けとくと、1億円分の、資産が働いてくれるとなると、年間400万、毎月30何万振り込まれますから、正確に言うとね、税金も全部引いて残ったお金が毎月40万近くなので、なんですけども、この 4% を維持するのって、今までのアメリカの株の平均的利回りが、8. 何%あった。
そこから税金を引いたりいろんなことを考えると 4% は確実だろうということで、ファイヤーを目指している方々はこの 4% 理論を頭に入れてるんですね。けれども僕が常々ですね、いろんなところでお話しているように、僕ね、資本主義社会というのは個人的には、私的には終わると思ってるんですよ。お金じゃない世の中が必ず来ると思うんですね。破綻の日が来ると思うんですね。それはまだまだもちろん先ですよ。今から40年前に NHK がテレビでですね、すっごく特集を組んで、石油がなくなるって言って国民煽ったことがあるんですね。トイレットペーパーがなくなる問題とか起こって。で、結果的にどなたかで石油なくなってないでしょ。だから、ガソリン自動車が今後、ヨーロッパの、なんとかかんとかの規制によって、トヨタ自動車が売れなくなる。いや、売れますよ。なくならないですから。ね。前から金はもうない。鉄ももうなくなる。アルミニウムもなくなるからって、いっぱい値段が高騰したら、こんなもん全部情報操作でしかないですね。今 NHK なんて言ってるかというと、30年、40年の間だったらなくなるって言ってて、なくならなかったらバレるから、今から100年の話でしょ。100年先に石油がなくなる。まあ、こんなね、眉唾な情報、ちょっとどっからかね、なんていうかな、こう、取材班が、ちょっと調べて、あ、このネタ面白いぞっていうのを拾ってくるのはいいんだけど、その信憑性とそれが何年後に明確にそうなる可能性があるのかを一切言わずに横に置いといて、みんなが飛びついて興味持ちそうなニュース流してる時点で僕ちょっと鼻くそかなと思いますけどね。まあ、そういうことで、4% 維持するの難しいんですよ。そんな簡単にはできない。ウォーレン・バフェットさん。このファイヤーの、まあ一番初めにやった人かなと思うんですけれども、まあ、できたらですね、アメリカ株全体に投資するというよりも、僕はこれからの時代は個別銘柄、自分で毎年ですね、四季報、今ここに寝ててると思います、この間もね、僕夏号買いましたけど、こんな分厚いゴーツ本、ここ出てますかね、今も実物持ってきたよかったな、ああいうのを見ながらですね、四半期ごとに自分の持ってる株と自分の持ってる株と関連する会社が世の中で今後どんな風な展望を持ってて、増配になってるのか減配になってるのか、配当はどうなってるのか、売上がどうなってるのか、定期的にね、3ヶ月に1回ぐらいはちゃんとチェックして銘柄を入れるということさえやれば 4% どころかですね、 5% 6% で回るんですよ。やっぱその手間を惜しまないことですね。その手間もめんどくさい。秘書たちがファイヤー、ファイヤーって言ってるんだと思いますけど、楽して金を稼ぐなんて、そんなことって世の中にあったらおかしいんですね。やっぱ勉強して調べる。誰も知らないことを事前に知るっていうことが何よりも大きなね、僕力になると思うんですね。ということで、ファイヤーに対するリスクヘッジとして何をすべきかということなんですけども、収入源を複数持つということです。ね。株の配当だけじゃなくて、不動産からの収入とか、それからやっぱり働くことで得てる収入とかね、まあ最低3種類ぐらいの収入源を設けておくこと、それと複数の種類の人間関係を大切にすること、なんか偏らないことです。なんか一個のことだけに偏ったんじゃなくて、いろんな分野の人間関係を作っておくこと。まあこれからファイヤーで、まあファイヤーが破綻しないとも限らない中で、複数の人間関係を持っておくということは、いろんな情報をね、事前に手にできるんですね。やっぱこれ僕大事だと思います。それからあともう一個ね、三つ目。損得関係のない人間関係を構築しておくこと。やっぱりね、お金とか損得とか、利害関係、費用対効果、そんなことばっかり考えるんじゃなくて、腹割ってね、相談したり、愚痴言うたり、悩んでること聞いてもらえるような人間関係を持っておくっていうのはね、これからいろんなことがあって、ファイヤーだけじゃなくて金融封鎖だとかね、いろんな問題、インフレーションの急激な拡大とか、そんな中でやっぱりね、うまいこといかないこともたくさんあるんですよ。やっぱりそういう時にメンタル的に強いであることなんですけど、みんながね、強くあれるっていうわけじゃないので、その時に心をね、支え合える、そんな仲間を持っておくという、この3つの点をね、これからファイヤーの今日のここまでのね、リスク、ファイヤーをやることのリスクを考えた時にやっておくことかなと思います。さあ、あとはですね、 4% 理論でファイヤーを考えてある方、今後ですね、自民党が今回圧勝してしまったので、何が起こるかと、経団連からの圧力で、みんな知ってる？自民党入れた人、自民党入れると消費税 20% になるって知ってた？知ってたら入れたらあかんやんかね。消費税ってなくなってもこの国大丈夫なの関わらずにやった国でしょ。で、その経団連のもっと他の何人かの方々は、消費税を国にあげろ、作れって言うてやり出したでしょ。だから自民党が言うたんじゃなくて、初めで、経団連が言い出したから始まった話なんですけど、その経団連の一部の方々が、ちょっと消費税
やらかしてしまったら、今反省してるよ。なのに、けれども、それを聞いた自民党は、ね、利権関連で自分のところにお金入るから、あいつらなくす気ないですからね、あげますよ。えらいことになりますよ。ね。だから 4% で考えてたら、世の中で消費税が激上がりしたりとか、保険料が増額されたりとか、上がりますよね。今年の10月から火災保険むちゃ上がんねんね。みんな知ってる？去年も倍ぐらいになったんですよ。ぼーっとしてたら損するんですよ。と、金利の増減。借入れ金の返済金の上昇、病気や事故、突然なんかわからん親の介護など思わず出費なんか起こる可能性は大きいでしょ。だからファイヤー 4% でギリギリのお金で生活してるとね、破綻しますよ、必ず。贅沢したらダメですよ。 4% か 5% か 6% 入ると、けれども毎月ね、無駄なお金を出費せずにちゃんといざという時の余剰金を置いておくと、現金で置いておくと、これからインフレが進んでいく可能性があるわけで、ね、そうなってきた時にお金の価値が下がるから、できたらお金の一部は金に変えたり、これから伸びそうな会社の株に変えたりして、保全状態をしながらですね、ぜひファイヤーを目指すっていうのが僕大事じゃないかなと思うんですね。社会とのつながりを失ってオタクになりがちなファイヤー。一時的であれ、ファイヤーになるためにパソコンの前に座り込んだり、ね、一生懸命働きまくっては貯めたお金、人間好きは横に置いて、僕はやったことですよ。僕は人間好きは横に置いて一生懸命金食べてファイヤーを目指したわけですけども、そのために人間好きは下手になったり、友達が減ってしまうこともあるわけですね。やっぱりね、人生バランスやと思うんですね。だからバランスを持った上で皆さんぜひファイヤーを目指すことをお勧めします。ということで、今日はメインチャンネル、ここに出てますかね、これの補足動画ということで、あの動画の続きとして僕が思ってたお話、補足のお話、リスクのお話をさせていただきました。まあ、まだね、この後にもいくつか、思うところはあるんですけれども、まあ、このぐらいかな。ということで、今日はこれにて、それでは今日も笑顔で皆さん、いってらっしゃい。